今日どういう T シャツ着てたのか言われてそうT シャツのね、ロゴでね、書いたやつ読まれて、言われてんだろうな。懐かしいね。いやーやだよ。さあ、じゃあ、批評行きましょうか。こんばんは。TBS アナウンサーの増田直弘です。週刊おぎやはぎ批評。この時間は、聴取者の皆様から寄せられた番組へのご意見、ご要望を紹介し、より良い番組作りによる放送文化の向上を目指し、パーソナリティである、おぎやはぎへ自己批評を促します。本日も、素敵なピアノの演奏とともに、皆様からのメッセージをご紹介いたします。あれじゃない？今日なんかは、なでしこジャパン見てて寝不足な方とか多いんじゃない？ザキメちゃんとかトールさんもそうでしょう。目が死んでるもん。もっとさ、これから夏なんだから、ギラギラしないと。なんていうかほら、狩猟民族のようにさ、マスダンソン、ヒザキ、トゥーザテーサーザコンサー、マス。何？声を呼んできたの。せっかく絶妙な入り方したのに。ダンソンでしょ。知らない？深夜ラジオって若者文化の最先端でしょ？なのに知らないわけ？知ってるよ。ほら、もう目が死んでる。もっとこう、狩猟民族のように、マスダンソン、フィーザキートゥーザテーサーザコンサー、マスダンソン、フィーザキートゥーザテーサーザコンサー、マスダンソン、フィーザキートゥーザテーサーザコンサー、まあそうだ悪ふざけがあるの別に何だよ。いやーよかったよかった。今回面白いじゃん。これでダンソン流行るね。うん。マスだってギャグやるとさ、必ずそれが流行るっていう特殊能力あるから。いやーよかったよかった。一安心したところで。それでは、最初のステイチューンです。東京都目黒区、ラジオネーム、これが私の、仮なめスタイルさん。33歳の女性からいただきました。ありがとうございます。矢作さんって、ずっと東京出身だと思ってたんですが、育ちは東北ですか？私もそうなので、先週の放送はすっごい親近感湧いちゃいました。東京？ 2 時20分前、喜怒哀楽を感じた時に味がする特殊能力、のお話をした時でした。じゃああれなんじゃない？と得意げに話し出し、初めてのキスはレモンの味というところを、初めてのキスはレモンの味と訛ってたんです。いや。そういうのって感情が高ぶると出ちゃうんですよね。わかります。これからは変に東京人ぶって都会の話ばかりしないで、生まれ育った土地の話もしてくださいね。唾液に何かが混じってるとかね。そう。その時にね。でもさ、じゃああれなんじゃない、初めてのキスは、レモンの味とかっていうのはさ、すごく。いいな、初めてって言っちゃったな。続いてご紹介します。東京都北区、ラジオネーム、見た目は子供、頭脳は大人。名探偵、小中幸則さん。50代、スナック経営の男性からいただきました。ありがとうございます。おぎ、どうしたどうした？今、1時40分をちょっと過ぎたところなんだけど、さっき、立ち幅跳びで2メートル90センチ跳べる人の話してたじゃん？お、おぎが張り切って喋り出したぞ、と思ったら、か、い、の、
ノーステップって全く何を言ってるかわからなかった上、最後にハプって言ってたぞ。ハプってなんだ？なんか食べたのか？張り切って喋るのはいいけど、とりあえず落ち着け。立ち幅跳びで2メートル90センチ飛べます。もし何かを飛び越えなければいけない場面があったら、ぜひ僕を使ってください。だから、ノーステップ？ハプ？前でしょ？前。続いてご紹介します。東京都杉並区、ラジオネーム、いい日朝立ちさん。先日、川を登る紅鮭みたいな顔の女とやったという40代の男性からいただきました。ありがとうございます。うわぁ、なんだよこれ。電車の中でポッドキャストを聞いてたんだけど、ちょうど20分あたりで、おでこに第三の目があるっていうメールを読んだよね。小木が第三の目を生かすなら坊主にしないとって話した後、ちょっと摩訶不思議な話だったせいか、小木が急にお経を唱え出した。なんで急にお経を唱えたんだ？魔力を封じるためか？なんかそのお経を聞いてから、俺の信号が変わる瞬間がわかる特殊能力が薄れてきてる気がするんだけど。前髪隠れちゃうね。完全見えてないよね、実際は。生かすなら坊主しないと。こんなに髪の毛上げて。怖い。続いてご紹介します。東京都大田区、ラジオネーム、ヨーロッパアルプスの壁こと、元チェルシーディフェンダー、里崎より子さん。50代主婦の方からいただきました。ありがとうございます。矢作さん、ひどすぎます。あなたは、オギリンのことをどう思ってるんですか？確かにオギリンは、感情を表に出す方じゃないし、決して器用と言えないし、たまにラジオなのに、人の良さが出て、ゲストが来た時は黙ったりもします。だけど、そんなオギリンが、先週のポッドキャストで、めったにしないことをしたんです。なのに、矢作さん、ひどすぎです。どういうことですか？わかりますよね。ポッドキャストの5分過ぎあたり、矢作さんが、商店街のくじ引きで当たりを出す、という特殊能力の話をしたときです。オギリンが、ものすごい勇気を出して、コントのノリで、チリンチリンチリン、一等が出ました、と言ったのに、矢作さん、あなたそれに対して何したか覚えてます？無視したんです。やったーとか、乗ってあげることもせず、無視して普通に話を続けたんです。せっかくオギリンが勇気を振り絞ったというのに、オギリンがかわいそすぎます。街の福引き？ああ、行ったな、あれ5回引いて全部1等と2等だったのよ。へぇー。すげえ、あれこそ当たらないじゃないですか。チレンチレンチレン !1 等出ました！ 5 回引いて、本当にちょっと割合覚えてないけど、1等が2回に2等するんですよ。完全無視だね。本当にこれ、そんな感じになってたの。週刊、おぎやはぎ批評。今週はここまでです。これたくさん来たんじゃないこの、このあれは。聴者から。あれかわいそうだったね。なんでだろう、これすごいよ。なんでだろう、聞こえてなかったね。かわいそうなんですよ。声張りましたよ。ね。ね、全然聞こえてなかった。おぎだね。うん。お経ね。ね、お経、お経とかもすごいな。記憶にないことが結構出てるから、やっぱ。自分の中で本当に無意識でやってんだね、だからね。お経とかも。そうだね。うん。まあ今回だけど、マスダンソンが結構面白かった。